25日に、楽天戦で連勝して以来となるファイターズ、今日は連勝を目指します。ただ、はい、まあ、杉浦の一番いいボールはストレートですもんね。そうですね。これも変化球だ。1回登板から19者連続アウトに取っているというね。前回は5回をパーフェクトに抑えたという杉浦です。さあ、ただバッターボックス中村剛也、初球から打っていきました。ここはサード石井和成がいます。一塁送球、スリーアウト。2回の表、杉浦が2イニング連続の三者凡退。ワンツースリー、リード小さめですがその偽装は見せています。センターの打球です。これは抜けていきました。西川もスタートを切っていました。サードを蹴って、またしても 1,2 番コンビで速攻。久しぶりに札幌ドームで聞くチャンステーマ。これはレフトの前に落ちました。中田翔はスタートを切りません。これで満塁になります。谷口優也、今シーズン初ヒット。もう必ず見逃し三振は絶対にここを、ね、しないように。さあ真ん中を要求。これは抜いていった。2人は帰ってこられません。2人も帰ってきません。しかし送球見られるか。入らないとど真ん中投げててもですね、ボール球になってしまったりとかですね。今日7個目のフォアボールを許した今井です。もう今井も100球に近づいていますが、近藤がセンター前。さあ近藤はその間セカンドへ。記録はただヒットになっています。さあでバッターボックス、また速攻のチャンス。これはどうでしょうか。It's going! It is gone! 太田大志、またしても速攻決まりました。8対0です。初球からいっている。これはライトへの打球ですが、ライト太田大志バックしてフェンス際のプレー取りました。頭を越されていれば2人ぐらい帰ってきそうなシーンでしたが、太田大志がナイスプレー。ただ大丈夫ですね、走っています。打ち上げました。レフトへの打球、谷口優也がラストアウトを掴んで3アウト。監督ワンツースリーで締めてファイターズ、今日は完封勝利となりました。8対0でファイターズ勝利。